ビートがすごいマインドとマッチしたらバーってかけます、うん、えちなみにラップスターですかどんぐらいか,かったラップスターつ、ね、うのは多分20分ぐらいですねえみたいな,なんかラップスター応募したら受かったんだけどって言ったら、うん、お母さんがもうずっとラップスターのことばっかしてらてて <laughs> でここをちゃんとしたら大丈夫じゃないみたいな <laughs> すごい教えてくれました、ね、<laughs> そうなんだえちなみにどういうアドバイスもらったの はいということで今回のゴールデンアッシュポッドキャストはゲストはラップスター誕生2023年出演中のロムくんですよろしくお願いしますロムですよろしくお願いしますやばいお願いします,お願いします個人的に俺めっちゃ今ラップスター見ててでもうあの結構一番最初に出てきた時からめっちゃいいなと思って、はい、うま特にけそうじゃ イェーイいーイーイーのところが、ここいいなと思って、<laughs> ありがとうございます。ちょっと声かけさせてもらいました。嬉しいです、すごい。やれて。いやいや、ありがとうございます、マジで。え、今だって、18の代だよね。そうです、今年18で。え、高校生だよね高校生です。学校に行ってるっすか行ってないです。あ、学校行ってないんだ。学校は行ってなくてもうずっと音楽やってます。へえ。え、中学校を卒業そうです、中学校は卒業して、そこからもうすぐ。 音楽やるみたいなそ,うです、ね、中そうですね、中学生の時から音楽始めて、中学生の時に音楽始めて、はいはい、そこからずっとやってるって感じです。マジで、はい、すごいね。ちょっとあの個人的にさ、見てて、はいはい、9歳の時に映画を見て、そこから始めたみたいな。そうです、ストレートアウトコンプトン見て。はい,はい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 。は始めました。くらっちゃってすごい。<laughs> すっごい食らっちゃって。そうなんだ。えそっから何,何にこうクらったとかあったりするでもなんかやっぱりこうヒップホップのすごさ。うん、こうどれだけ人に知り,知り渡るかとか。そういうの。こんな有名になれるんだ。みたいなすごい食らっちゃって。ストレートアウトコンピューンを見る前は ヒップホップとかはあんまり。そうですね。ロックとかが多かったんですよ。ああ、そうなんだ。じゃ普通の曲。普通の曲、例えば。ワンオクロックとか結構聴いてはいはいはい、ワンオクね。はい。そっち系だ。はい、じゃあその時はもうロックだけ見てて、で映画見て、ヒップホップじゃんみたいな。そうです。もう、ヤバーみたいな。<laughs> ヒップホップやばーみたいな。<laughs> え、昔から有名になりたいなみたいなのあったのそうですね。なんか、 有名になりたたいと思ってまし好きなことでお金をいだり好きなことで生活したいなって思ってて。え、勉強はやっぱ苦手だったえ、もう勉強はほんとなんもできないです。勉強もゼロです、ほんとなんもできないです。え、好きな教科とかもなくないです。あ、ないんだ。全部ダメなんだ。諦めてまえ、それはじゃあその勉強じゃないな、なんか好きなことじゃなきゃなみたいな。 スポーツとかではなかったんだ、はい、スポーツあまあでもスケボーやってましたあそうだよねもともとスケーターだスケーターですスケートボードはなんかどういうきっかけで始めたとかスケボーはうーん友達があのスケボーを始めるって言ってんかでも結構そっち系は好きだったんでスケボーとか,か文化とかってこともそうです、あ、スノボー小学校の スノボーをほんとちっちゃい時からやってて。で、スケボーの存在は知ってたんで、うん、で、友達がやるって言って、アーチャーオールもや,やるって言って、それが小4くらいですね。うん、小4、小3くらいで、スケボー始めて、そっからずっとスケボーをしてて。なるほどね。感じです。スノボーが先にやってたのは、それ、スノボーはいつくらいかやってたのスノボーはでもほんとちっちゃかったんで、あ六、うん、6, 6歳とか。 そんな早くから,からあの親がやってたんでああなるほどね親が弟スノボってて、はい、そうですで親についていったりしてたんでやるようになってへーえちなみにそのボやってそこからスケボーやったわけじゃん、はい、それでお金稼ごうとは思わなかったいやもうほんとスケボーでほんと有名になろうって思ってました<あ>もうほんとススケーターになってこれで生活しようって思ってましたあやっぱそこがさ最初そこだったんだそうです なるほどね、はい、でもストレートアートコンプトンでいやスケボーじゃねえないやそうっすねでもなんかスケボーもうストレートアートコンプトン見てすぐラップ始めたわけじゃないんでそっからスケボーもやってたんですけどラップやるようになってああなんか俺これいけんなーみたいな思っちゃって <laughs> でまあそうっすねスケプロスケーターになるっていうのはやめてラップやろうっていう感じです。あ 最初、まあ、スケボースの前やってて、はい、で、なんかのき、なんかきっかけで、どういうきっかけでラップ始めたとか、あんの,その例えば、きき多分聴き始めたじゃん。はい、それはもう NWA を聴き始めて。そうだね、似、はい、だね。聴、ねはい、き始めて、で、自分でフリースタイルやるようになったとか、そういう感じ ?NWA 聴いて、もうそこから日本語ラップとかにも入って、はい、それで、あのー、 ややっっぱやりたくなっちゃうんですよ、ね、<ー>聞いてるとやろうと思ったのが14歳くらいの時でうん、うん、で、まあ、ちょうどスチューラーのクラブゴールドってそこでイベントがあってその前売りチケットを買うのに今のバック DJ の d j リバーティっていう DJ がいるんですけどうん、うん、その人から前チケを買うのに遊ぼうってなって行ったら、うん。はいはい の,あのスコールくんっていう人もいてでなんかこうレコーディングの仕方とか教えてもらってもうすっかり家帰ってやるようになってもうそっからずっとやってますあそういう感じだったねえ、はい、そのもその誘われるそのゴールドのイベントの前とかイベントとか行ってたりしたの行ってないですもう全くそれが初めてのイベントだったんです誘われて行くかっつって、はい、その人とはもともと友達だったとかそういう感じそうですスケボーやってたんでスケボー仲間だはいあなるほどね じゃあその方々はもうスケボーをめ合いつつラップもやってたそういうなるほどねえ最初じゃあスタジオに遊びに行ってみたいないやスタジオは遊び行かなくても携帯 iPhone のガレージバンドでイヤホンつけて家でただラップするみたいなの最初やってましたそういうことかはいなるほどねいつよねなんかガレージバンドで撮った曲いまいちはいそれ何歳の時それ14歳の時14歳の時だ ええなるほどね。ガレ版で曲撮って、iPhone、はい、で MV 撮って、自分で編集して、<laughs> <ー>で、YouTube 出して。すごいね。ういうそれも全部準備したんだ。はい、やってました。すげえだ。え、その時は、その何、仲間とか撮ってくる人がいたとか、そういう感じはそうですね。一緒にスケボーをしてた友達に、ちょっと今からミュージックビデオ撮るから動画撮ってよはい、はい、みたいな感じで頼んでやってました。<笑><笑>すごいね。え、でもビートとか別に作れなかったでしょ、最初。作れなかったです、全然。もう YouTube からダウンロードして。 すごいよねなんかさ今だったら結構なんていうのタイプビートとかさ、はい、結構あるわけじゃん、はい、YouTube とかで当時からやっぱそういうのどういう最初から「あこれビート YouTube で調べたら出てくるよ」とか大かに教えてもらったとかそういう感じじゃんそうですねスコール君からやっぱすごい教えてもらったりしてました、はい、なるほどね最初はどういう曲撮ってたの なななんんんかかかかもうフフッッククとくてったんですよ <laughs> だからずっとあのブーンバップみたいな変なビートにただ永遠ラップし続けるっていう曲をめっちゃ作っててそんな感じ <laughs> <laughs> 今は結構さなんかそれこそラップさんと君見ててもさ結構なんかメロディックな曲が多くてさそうですねちょっと音源とかも聞いたんだけどさ結構メロディックな曲多いじゃん多いですそれはなんかどういう経緯でそっちに行ったとかあるの やっぱ大きくなんかうわこれかっこいいってなったのはリルモージーですねリルモージーねリルモージーってあれじゃないあのー、やっぱフェイゴとかだよねそうですそう,ですそうだよねはいあのルル文字リルモージーだリルモージー聞いてメロディーっていいなって <laughs> すごいかっこいいなーみたいな思ってリルモージーのタイプビートとかでちょっと歌ってみてそこからそんな感じで今になってますなるほどね、はい、そこか なるほどなるほど確かにねあの時の時代とかは結構メロディックまあ今も結構メロディックが主流になってきてるけどやっぱそういうところからきてるんだねちなみにさあのロムっていう名前なわけやそれはいつからその名前になってるの、はいはい、ロムはでもスケボーしてる時に、うん、あのグラフィティ書くのが好きで好きだったんですよ そこにロムっていう名前をつけてロムって名前でやろうと思ってでラップ始めて名前何にしようみたいなラップ始めて曲作んないでイベント決まったんですよ曲作ってないのにじゃあここライブねみたいなまじでなってありがたいことにそれで名前何にしようかなみたいなでもじゃあこっから持ってきちゃおうと思ってロムにしよう感じあなるほどねそのロムはどっから来てるとかあるの ?LOM だよね LOM は本名ですねほぼほぼ本名ですロムの前に一文字来るんですよ おーとかそういう感じだ。はい、正解です。一発で当てました。なんだ。そうです。それどうだっそれ大丈夫だろ。本名出しちゃ大丈夫。大丈夫。そっからロームなんだ。はい。なるほどね。おーでもすごいね。曲ない状態でイベントいきなり決まるの結構じゃない。え、何ライブしたその時は。え、その時はその意味わかんないブンバッブドビートで永遠ラップし続ける曲をライブしました。え、どうだった？反撃の反応とか。え、でも。 友達がたくさん来てくれたんで、友達はまあ結構前に来てくれてました。盛り上がってくれてみたい、はい、あやっぱその時に快感覚えたところあるのああ、そうなんかもう、ステージに立ってマイク持つっていうことないじゃないですか。ない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 。やっぱみたいな。俺今マイク持ってステージ立ってるみたいな。<laughs> そういうので、もう楽しいみたいな、最高だわはいはいはい,、はい。そこからどんどん飲み込んでた感じ、はい、なるほどね そうかそうかかちなみになんだけどさちょっとも戻っちゃうかもしれないけどさ生、はい立ちとかそのやっぱ親とかはそのもともとスノーボを教えてくれたって言ったけどもともと結構音楽とかも好きな人ではあったのそうですねあのお父さんが家でギター弾きながら弾き語りとかはずっとしてるんで、うん、そうですね 音楽とは結,構音楽は結構近くにありました。はいはいはい。だからロックキーズところもある。はい。なるほどね。え、お父さんお母さんとかは今自分がこうラップやってることとかに関してはどういうふうないやもうすごいですよ。すごい応援してくれてます。そうなんだ。めっちゃ応援してくれてますど。どういう感じで応援してくれてんのえ、でもラップスター受かったときに、うん、まあリビングにいて、うん、あのメール来たときに、で、えみたいな。なんかラップスター応募したら受かったんだけどって言ったら、はい、もうそっから、ああ、みたいな。 お母さんがもうずっとラップスターのことばっか調べててなんかこういうところ気をつけなみたいな結構言われてるからここはみたいなここをちゃんとしたら大丈夫じゃないみたいなすごい教えてくれました <laughs> そうなんだえちなみにどういうアドバイスもらったのえー、あーでもなんだろう 苦しそうにしない歌ってる時になんかそういうところ気をつけなみたいなめっちゃ練習してそこはちゃんとやりましたいいねいいねそれめっちゃいいねお父さんお母さん応援してくれてるのに嬉しいですやっぱそのラップサービス前の練習とかも付き合ってもらってたかもしれないいやそれはないんですけどでもやっぱお父さんがあの音楽やってるんでスピーカー終わったんですよスピーカーマイクはあって 親がいないときに勝手にそれ使って、なんかやってましたね。あそうなんだ。練習とか、ライブの練習してました。はい、それで。やっぱ練習、やっぱ結構したしました。すごいしました、練習は。だってエリアトライアルって、結構前にあったのかな違うシーズンで確かあったんだよね、多分。エリアトライアルは多分今回、初だと思います。あ、そうなんだ。なんかそういう、なんか一番最初にライブってなかなかないじゃん。前回とか財布あってよね。はい、そうだよね。 やっぱそうだねいきなりライブ結構ビビるよね。いビビ,ビビりました。えですよね。しかもビートオンリーって、あ難しいなと思って。あライブもそっか、ビートオンリーだったのか。そうです。かぶせたかもなしだしとか。確かに、アドリブも入れ寝れないし、はい、みたいなあ。そうだよね。確かに確かに確かにえ。ちなみに最初にそのビート、あれ、誰のビート使ってたっけゾットさんの。ゾットさんだ。ゾットさんのビートを、昔からゾットさんの曲とか聴いてたりしたの。 聴いてましたね。うん、すごい。あの、オンリーユーさんとか,のとかいん、はい,はいはいはい。曲とか結構聴いてたんで。すぐ、いや、ゾットさんのだろうっていう感じで。はい、しかもロック好きなんで。あ、そっか。ギター、これだ。ギター、ビートだね。確かにな,なるほどね。はい、他のやつはもう全然、1個もう選んでそれで書いたみたいな感じ、ね。そうですね。そういう感じだえ。ちなみになんだけどさ、まあ、ちょっと歌詞の質問とかもしたいんだけど、はい、13の時に学ぶ音楽と厳しさ。 はい、これは何の厳ししさについてて話しのえでもやっぱりなんかこう世間の目とか生きていくのに、うん、きび生きていくことの厳しさはい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 、はい、なんかいろんな壁にぶち当たったりしててあ<ー>それですごい学んだこともたくさんあったんで書きましたそっかそっかえでもやっぱさ中学校終わってさ高校行かないってさ結構さ、はい なんていうのでかいめちゃくちゃ迷いましたちなみにそれとかはさ周りに相談とかもしたのどうしようかなみたいな相談はしてないしてないんだしてないんですけどまあでも俺だったらなんとかなるんじゃないみたいな結構言ってくれたりしてます親とかは親もいいんじゃないってずっとこれをやるんだったらいいと思うみたいなあでもそれは 行っててくくれれたたんんだだ応援しなかなかねでかいよねい絶対ビビるでしょう結構人生ってそうだよね、はい、ちなみにその音楽とかやる上でなんか意識してることとかあったりするですかはあのー、最先端を求めないといけないな最先端いかないといけないなっていうのはあるんで、うんうん、結構最近バズってる曲のビートとかリリックとか、はい 曲の構成とかを結構聴いてでこれをやこんな感じにそれをなんかこう吸収してやってますねちなみになんか、まあ、これ言えないかもしれないけど、はい、こういうのを意識して最先端やってるよとかあったりする <laughs> えー、でも <laughs> なんか最近結構日本語の曲がバズってるんで確かにやっぱり日本語を多めに入れたりはしてます、うん あ,あそうなんだすいません皆さんあのー、ちょっと機材トラブルでライティング変更になっちゃったんですけどちょっと続きの話をしましょうかごめんなさいごめんなさいええー、と曲の構成の話ですねはいそうだでえっ、ー、と日本語の曲が最近すごい聴いてるとはいいうことですけど、はい、すごい聴い,い,いてるんだ日本語多めの曲をすっごい聴いてますはいはい、はい、えちなみになんだけど日本語多めの曲とかどこで見つけたりするのディグリカタとかある、えー、でもやっぱなんか <laughs> 最近のバズってる曲を早く聴けるってっは。いはいはいはい。やっぱ TikTok がトレンドはい。だと思います,す、ね、俺は。確かにね。ラップとかが結構 TikTok ですごい流行ってる感すごい感じるんですよ。そうですね、個人的に。結構いい感じに来てます。ですよ、ね。はい。なかなかそのヒップホップで日本に浸透しづらいイメージがあるけど、はい、TikTok のおかげでこう回ってきてるのかなっていう。 それこそ今回のねこのコンテンツとかも TikTok のおかげで多分いろんな人に知ってもらえてるっていうところ絶対あるから、うん、じゃあ TikTok 自分で投稿とかしてる投稿してます一応してるんだあ、はい、ちょっと見てみよういいっすねすどういう投稿してるんですか今えーでもやっぱねんかこうまだこう名前 広がって、うん、あの最初に一歩歩けたぐらいなんであのいろんなとこに行けないじゃないですかライブしになんでこう歌,歌って自分の曲をそれを投稿してます<ー>、まあ、まだ一曲しかやってないんですけど<ー>これからはもっとバンバン出す予定なんでやばいね絶対チェックですね絶対チェックですああいいねいいねえちなみにでも TikTok で新しい曲を探すのはどういうふうにしてるアーティストページとかから見つけてどういうふうに見つけて,てる えでもなんかこうやっぱ普通に見てたら流れてくるの、うんで結構曲がこの曲いいなみたいななったら結構アップルミュージックとかで聴いたりしてますなるほどね、はい、そういう感じだやっぱで、ね、TikTok ですねィックトックですなるほどなおもろいなえちなみに、はい、あのちょっと話戻っちゃうんだけど NWA で食らったって話だけど、はい、NWA で好きな曲とかある特にえでもやっぱりなんか 一番耳に残ったのはファックス・ザ・ポリスですね、うん、まあやっぱそうだよね、はい、あれはね,ねあれがなんかもこれがヒップホップなんだなっていう感じましたね<笑><笑><笑>そうだよね当時とかでもなんか俺もあれをさ見てあのそれこそねロム君の会を見てちょっと俺もう一回見ようと思って、はい、もう一回見たいよ、はい、でやっぱ当時ギャングスタラップみたいなのがそんなになんかなかった時代らしくてでやっぱそ,あそうだったんだみたいな ギャングスラップじゃなくてあのシーンあるじゃん最初のスタジオでさたっなギャングスラップとかじゃなくてラブソングつけるよみたいな <laughs> あのシーンあるじゃん <laughs> ありますね <laughs> そっか <laughs> みたいなあこっから来てんだなみたいなすごいですよねすごいよねやっぱなんかそのアウトサイダーじゃないけどさ、はい、なんかそういうねなんか音楽っていうかさ若者たちに勇気を与える音楽じゃないけどさなんかそういう感じがしてみんなもうなんかこう共感できるというか、うんうんうん、そうだねみんな ちゃんと聞けるっていうすごいなと思いますはいはい、はい。確かに、やっぱそういうところ意識してんの？曲でてしてます結構。やっぱそうなんだ。リスナーたちの共感が大事だなって思うんで、みんなが共感するようなリりクはなるべく書いてます。はいはい、なるほどね、はい。ちなみに共感できるようにとかで意識しているまあトピックなのかとかある？えー、でもなんかやっぱ最近みんなが共感する、うん ってなったらやっぱラブソングとかがみんに共感するのかなとは思ってますねじゃあ結構でもラブソングっぽいそうだよねそれ俺もちょっと音源聞いたんだけどラブソングっぽい音源結構多いのかなっていうはい結構多めですねはいはい、はい、それはその,あ,のあれなんですかまあなんか普通の曲でも、うん、あのちょっと入れるとか、ね、はい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 ありはすね。入れるんだ。はいえそれは実際いもそのラブソング歌ってる人とかいるの。 あその人に向けてってことはあれ、の、は、ー、ないんですけど特に過去のことを歌ったりは結構してます元カノとかってことはいあそうなんだあれはないの,あの別れた後のソングとかあそうなんだまだないないです結構基本的に幸せな部分を書いてるみたいなあとはもう一方的にこっちが好きであっちは振り向いてくれないみたいな、うん <laughs> でも結構書きますね結構気持ち入る。入ります。えー、やっぱりそうなんだ。えー、でもさ、なんか俺、あのさ、個人的にさ、リリースとかは全くしたことないんだけど、曲書くときとかって、はい、なんか俺、なんかちょっとトライしてみたりとかしたことあるんだよ。はい、曲書いてみようみたいな、リリース書いたりとか。はい、でもなんかさ、あれさき、気分乗らないと書けないというかさ、いやそうですね。そうだよね。気分乗らないと書けないですね。やっぱそうだよね。気分乗らせるために書こうと、なんかやったりして、やってることとかあて、えっすん でも、やビートがすごいマインドとマッチしたら書けます、結構。バーって書けます。パッて書いて書けるんだ。はい。え、じゃあ1曲書くのにどんぐらいかったんですかえ、でも早い時はほんと30分、20分とかで書けます。1曲はい。え、え、のバラ早いね。結構早いんですよ。すげえな。なるほどね。え、ちなみにラップスターのやつがどうだったらどんぐらい買ったラプスターのやつは多分20分ぐらいですね。本当はい。気持ち乗ったんだやっぱ。乗りました。 そうだよなそっかそっかえラップスターはやっぱ今までのあれとかも見てたの今までの回とかも見てました結構なちなみになんか今までのラップスターなんか出てきたラッパーとかでなんかいつか曲やりたいなとか好きだなとかあったりするのえー、アーティストというかでもショウイレンソウ君はい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 、まあ、好きなんであそうなんだ最近インスタフォローしてくれて<ー>あいつかやりたいなってすごい思ってますい <laughs> けるんじゃないですか お願いします <laughs> <laughs> そっかでもやっぱそうだね確かになんか将棋連想君セレンソウ君のあれとかは結構何ていうの最先端なんのかなってすげえ個性的なんで確かにめっちゃ好きっすねうーんそうなんだ、はい、え結構さでもさレンソウ君はさ英語も結構多いやんね、はい、で多分基本的にフリースタイルみたいな話聞いたんだけどどうなのロムは結構考えて書くかそれともフリースタイルが多いかこう スタジオ、うん、一緒に誰かと入ったりするとこうマインド上がるんで、うん、ライブが上がるんでうん、うん、でなんかこうスピーカーですごい大きい音でビート聞きながらたまにこうフリースタイルしてフローとかうん、うん、でそれでうわこれめっちゃいいなと思ったらすぐメモってでやっていくんで、うん、まあそうですねまあちょっと近いところはあるのかなと思いますはいはい、はい、そうなんだなんか書けない時とかあるのうわちょっときついなとか ありますめっちゃありますすぐスランプ入るんですよマジだから結構ありますねスランプ入った時どうするのスランプ入った時はもう音楽から離れますあ一回離れる離れてもう遊んだり美味しいもの食べたりして忘れて音楽それで直しますねなるほどねスケートとかまだやってんのスケーターやってますやってるんだ結構日常的に最近まあやる時間が減りましたねあそうなんだ 2>, はい、2週間に1回とかそれはもうスケートパーク行って滑ったりすねそれとも、はい、あスケートパークあまあでもパークも行くし、うん、ストリートもするっていう感じですはんはんはトリックとかガンガンする系やりますお<ー>見たいなてかスケートやってるところウィズリーだよね <laughs> 普通に見せたいですねまだみんな多分知らないと思うんでそうだよ、ね、俺やってるとこ ちょっと聞いたぐらいじゃない、多分ラップスターで、はい、あら、スケーターなんだみたいな。うん、で、スケーター文化っておもろいなって、俺個人的なもんだけど。面白いです、本当に。うん。え、あれ、もう、これはマジで、はたから、見た。全然、そのスケーターとかじゃない人の意見なんだけど、うん、ずっとスケートしてるやん。え、ずそうなんですよ。いや、そう、そうじゃ、そうなんですよ。本当に。ううん、え、あれって、な乗ってるだけで楽しいってことの。えー、そうですね、乗ってるだけで、楽しいし。うんうん なんか新しい技とかできるとやめたくなくなっちゃうんですよね。あとずっとできなかったりするとあと1回 1> はい、はい、あと1回が長いんですよスケーターって。なやます <laughs> なるほど、ね、この技をちょっと決めたいちなみにさそれこそさ音楽とかだったらさめっちゃゴールが明確なわけじゃん。はい、じゃあこのビートでこの曲を書くからフック書いてじゃあバース12書いて曲く完成させるとかビートとかで作るんだったらビート作る。 だだったら分かるんだけど、はい、スケーターって多分そのゴールがないわけじゃんすごい明確なゴールがまあ多分じゃあその日にどういう感じなのだ、うん、からその日にこのなんかトリックを決めたいなみたいなマインドで行ったりするってことそうっすね、まあ、なんかスケボーする前に動画とか見るとやっぱみんな上手い技とかやってるんですよで俺は今日これできるまで帰んの <laughs> <そ>ん <laughs> 俺今日これできるまで帰っちゃダメなみたいな <laughs> のは結構ありますね <laughs> そういうマイン出たら自分で自分に貸すみたいな、はい、そうです,そ,うです<笑><笑>それ一生かかりそうだねもうやばいですよ全然10時間とかやるんで十 <laughs> 時間えもうそう,そうですねもうガチで俺がずっとスケボーしてるときはもうお昼頃行ってずっとスケボーして夜に帰る夜中とかに帰るみたいな結構ありました <laughs>、えー、やばいねいや,もうやばいですよ怪我しない怪我するでしょします結構 今までやったでかい怪我とかかあっったたりするえ今までやったでやい怪我なんかこういうのがあるんですよ。バンクツーバンクっていうんですけどなんかこう登ってここが平らでここにこうまた降りるってそこの,この平らの部分を全部飛ぶっていう技があるんですよ。ほうバンクツーバンク降りるやつあるんですけど飛んで空中でスケボーどっか行っちゃってで降りたらスケボーが足の片足のとこにあってでこうバッてこう。 こう後ろにこうまくられてそれやばいねでもうその時やばかったです本当に痛かったです <laughs> もうここ太ももらへんとかもめっちゃ血だらけで <laughs>、うん、でなんかもうやだもうやりたくないってなりました <laughs> あなるんだなりますよえそれでもうやりたくないってなるじゃんはいで次もう一回戻るまで循環ねやっぱいやでもなんだかんだやっちゃうんですよそれが <laughs> <laughs> なんんかだいやっちゃううんでですすすよごいねね病病気気だもスケーターってやっぱちょっとなんかあれじゃんだって変な話さ自分からさ命の危険をみたいなとこやりに行くわけじゃんちょっとクレイジーじゃんねちょっと頭いっちゃってるじゃん最初からすごいなと思って普通じゃないですよね普通じゃないですよねマインドがねえでもだからすごいよねプロスケーターとかもそうだけどさすごいですよねだってずっとやってるわけでしょはい 怖い,ないや、もう、怪我はしたくないです、ね。いや、そうだよね。はい。特にね。今は。今はね。今は怪我はしたくないです。<laughs> マイク持ってなくなったりとかしたら嫌だね。<laughs> それで、ね、ビビっちゃうね。はい。手とかね、重要だもんね。怖いです、本当に。そうだよね。だって、俺、その自分が乗ってるものがめっちゃ速くなるの、すごい怖くて。うん、まあ。まあ、車とかまで行けるんだけど、俺、自転車とかもたまに怖い方なんですよ。よめっちゃ速すぎると。<ー>でも、普通に、なんか、一回、坂があって、 自転車、もうこれちょっと自転車怖くなった理由なんだけど、一回なんばら長い坂があって、はい、その時自転車通学してて、であの坂下だってる途中でブレーキ壊れちゃったね。え、あれ？えブレーキかかんない、ブレーキかかんないよね。やばいやばいやばいみたいな。<laughs> それでしかもし下にシャドウあるからさ、やばいやばいやば、はいみたいなって、で車ギリ来てなくてシュンって言って、うんえー、あ危ねえみたいな。で足でこうやってガーガーっついて、でそっから。うわー。 俺絶対嫌です、それ。俺絶対嫌です、それ。それやばくないだって、スケボーとかでもありえるじゃん、別にブリーキとかないじゃんね。はい。でも、あ、りえま、ありえるんですけど、なんかパワースライドっていうやつがあって。スケボー。後ろの部分を横に。すると。ドリフトみたい、にこうなって、止まるんですよ。なるほどね。まあ、それ覚えちゃえば、まあ、いける。感じで。すいける感じだスケボーは。坂とか目あんの、やっぱ。やります、やります。なんか。ダウンヒルって言うんですけど。はいはい。 楽しいんですよね。<laughs> いやまあでもそんなスピード出すぎると怖いんで<ー>もうちょっとずつ速くしてってどうやって速くするで押すか押さないかとかそういう感じどうやってコントロールするのスピードってあのスケボー俺まだあんまり理解できてないんですけど、うん、体の使い方ですごいスピード速くなるんですよ。うん、あそうなんだちょっと後ろに体重かけたりすると、はい、めっちゃ速くなったりしてえ<ー>すごいんですよ、ね。 あそれでコントロールしてんだな、はい、ああいう人たちってなるほどねすごいねだからただの板じゃんあれいはいあれであんなスピードコントロールしたりとかさいろいろやんのやっぱすごいよなすごいっすもうやばいっすよね <laughs> スケボーって <laughs> スケボーはやばい、はい、怖いもん普通に文化も独特だしねうん深いっすよなんかいろいろありすぎてあそうなんだど,どういうとこに惹かれたとかあるのそのスケボースケボーのでもまあなんかこうかっこいいと思ったのは、うん、飛んでる スケボーで飛ぶんだみたいなスケボーで飛んじゃうんだみたいなランプとかで飛んでる人いるもんねパはい。っていますね。あれかっこいいよね。かっこいいです。やっぱそこなんだ。原点ーテもう本当飛びたい。はいはいはい。そこだ。人間ね、飛べないもんだもん。でもスケボーあれば飛べるかもしれなう結構飛べちゃうんです。今は結構飛んだりすんのじゃん。え、でもなんかうーん。 そんな高くはないんですけど、うんまあ、飛べます一応<ー>最近もできますね。はい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 。そうかそうか。でも二週間に一回。はい。もう今もう音楽が結構メインで。そうです。やってみたいなところあるんだ。なるほどな。すげえな。こスケボー文化で言うとなんかレルウェインとかもスケーター。ああやってますねスケボー。そうだよねスケボーでラップもやっててみたいな感じよね。はい、そそういうところとかはなんか。 インスペーションをたりとかしてることこだったりする全然チェックしてないんですよねチェックしてないんだあ意外にそうなんだ、うん、ただスケ,ボあスケボーしてるんだは知ってるんですけどあ<ー>まああの詳しくは分かんないんですよね、はい、あそうなんだ、はい、えちなみにスケータープロスケーターハしたくしてるけどプロスケーターってど,ど,どういうプロってお金稼いでるってことだよねスケートでそうですね稼げてますどういうかどうやって稼ぐのあれだってストだけじゃんあの大会なんですよ<ー>優勝したらいくらもらえるとか、ね、はい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 なんですよね でやっぱスポンサーとかつくとなるほどねあの結構飛行機代出してもらえたりとか多いですねはいはい、はい、ああなるほどね、はい、えプロスケーターとかでもスケート一本で生きてる感じなのあれ、はい、すごいねすごいですよねいやすごいよねでもそれ目指してたんでしょはい目指してましたそ周りとかいないのプロスケーターとかプロスケーター結構います友達にあそうなんだどういう感じのあれなのでやってんのその人たちは もう全部ですねランプもやるしストリートもやるしはい、はい、みたいな<ー>何でもできちゃう感じですみんなそうなんだで、はいろんなところ旅してお金もらってみたいな、ね、大会優勝してお金もらってみたいな、はい、大会どんぐらいお金もらえるもんなの、はい、えー、もう本当大会によるんですけど 1>,、うん、1位は80万とか50万とか結婚もらえてますねうん、うん、そうなんだでもそれだけだって今日きびいよな それだけだけった厳しいんですねいやでもスポンサーからちょっともらってると思います。あスポンサーにその活動費みたいなのもらってるとかそういう感じなのかな、はい。少しはもらってると思います。すごいな、プロスケーターっていう世界もちょっとね、なかなか面白そうな世界であるけどね。ちなみになんだけどあの、最初にそのまあラップスタでて、はい、審査員の方々の前でやったわけやんね、はいでどう。どうだったあれは。いやもう めっちゃ緊張ししまた聴いてる人目の前にいるしなんかオーラすごいんでめっちゃ緊張してましたねあの日は足めっちゃ震えててやんないとみたいなちゃんとやんないとって思って頑張ってやったんですけどすごい緊張しました緊張してるやっぱライブとかも緊張するやっぱ前とか緊張します結構ライブ前は なんかこう集中モード入んないと離リ陸リ飛んだりしちゃうんで自分はだから結構そうですね緊張しちゃうタイプです,す緊張をほぐす方法とかあったりするえでもやっぱ友達とかと話したりすると緊張ほぐれますねちょっとは、うん、あでもライ,ライブ前にお話とかできるな友達とかと、はい、一応<ー>結構それとかもさなんか嫌だみたいな人にいねい自分のゾーンに入りたいみたいないるよね絶対ね、はい まあそれ分かんなくもないけどね。普通に。うん、そっかそっか。審査員の中で、ちなみに誰が一番、なんか、怖かったとか、ビビったとか。えー、ワイザーさん。あ、そうだよね。はい。確かに。そっか。怖い、怖いんですよ、普通に。<laughs> 普通に怖いです、見た目。<laughs> やっぱオーラーああ,ありました。そうだよね。まあ、顔面立つでしね、うん、普通に怖いよね。あれは確かに。え、しかも、あのさ、パフォーマンス前とか、審査員とお話ししたりするの 全然しないんだ顔合わせとかも全然しないそうなんなしだったでパッて出てきてやるみたいな結構すごいなやばかったですよめっちゃ緊張しましたいややっぱ楽しかった楽しいですんかすごい経験になったなってのは思いますねなるほどねえエリアトライアルだとサイファーだったわけじゃんねでサイファイトデッキとかは まあちょっと裏側だからあるかもしれないんだけどやっぱ一緒に出てるみんなと仲良くなったとかすんのああそうです控え室がみんな一緒なんであ,あそっかそこでみんなでみんなと一緒にドーナツ食べたりあドーナツだったの話したりしてしはい、はい、結構 <laughs> えどういう話すんのああいうやっぱさみんなさこのラップさ目指してきてるわけじゃんはいで多分ねライバルでもありでもやっぱり同じところ目指してるまあなんていうの仲間だったりするわけだと思うんだけどえー、でもマジで俺の記憶上本ン、うん そそれなななんんか深いい話してですできないよねウーピーボムくんが着てたなんかタコのタコかゾウの服着てたんですけどすごい派手なそれにんか誰かが「それ何?」みたいな「それ何の柄なの?」みたいな聞いてたりしててそういう話しかしてないですえでもそれ以外はもう普通にあのサイファーパッてあれ あ待ってこれさ聞いていいのか分からないけどさあれ,あれサイファーって1回しか撮れないのいや何回俺も言ってるのか分かんないんですけど <laughs> リハーサルと撮影が何回かありましたねあそうなんだもうみんなが OK っていうまでやり続けていいよみたいな感じでしたああ、うん、そういう感じなんだはいなるほどねこれって言ってもいいのかな OK なんだケー <laughs>、OK、らしいですねそうなんだ <laughs> えっちゅうより結構何テイクも自分の中でや,やり直したとったりした自分はあんまミスしなかったんでないんですけど他<ー>の人が ミスってもミスって取り直していただいても、うん、ちょっと内心はよっしゃみたいな俺もちょっと取り直したいなみたいなのもありましたね <laughs> ああそうだったな前らかっこよかったサ財布あの映像っすよね映像えやばいっすよねやばいよねあれねかっこよかったです去年のやつとかも比べてもなまらなんかねえめっちゃよかったですよかったよねかっこよかったな,っったなえあれさちなみにさオートチューンとか自分で持ってったの オーートチュン持ってってよかったんですけどあのラップスターが用意してくれたオートチューン使ってやりました自分はそうかそうかあれは結構リハーサル何回もやったのやりましたね結構やりました5回とか6回とか結構だね動きとかも全部やんのそうですね動きとかもちゃんと考えて自分でカメラマンさんともう動きちゃんと見て動いてってい感じです結構じゃあ最初 結構細かくやってるんだちなみにさ貸し切んなきゃいけなかったじゃん多分あのあ短くそう短くしなきゃいけなかったね、はい、あれを選んだ基準とかあったりするのここにした理由とかえー、でもフックは全部やろうと思ってであとバースの気持ちいい部分とかはごん,ん,、うん、んだなみたいな感じでくっつけてやりましたああなるほどねそうだよねだってみんな短くなってたからさはいだからどう,どういう基準で短くしてんのかなとかっていう な自分が好きなところとかある思いが詰まってるところだと思います。それはもうこれぐらいの長さやってくださいって言われるんだ。はい、もう決まってて小説があ何小説でもやってくださいだ、ね。はい、なるほどね。まあ、そうそうそ,れそうだよな。なるほどな。そうかそうか。ちなみにさ、あの自分のこのサイファーじゃない、まあ、サイファーだとか自分の応募したこの動画じゃなくてこの歌詞の中でさ、一番気に入っているところとあったりするえー でも結構全部好きですね。ちゃんと詰まってますね。あ,<ー>あのリリックには。うんなんか自己紹介ラップって感じなんで、うんうう、ねまあ、俺のあり,ありのままを全部バって書いたって感じなんで、全部結構気に入ってます。いいね、いいね。なるほどね。そっか。じゃちょっと変わっちゃうんだけど、はい。あの、もっと個人的なこと聞きたいなと思ってて、なんか自分のなんか好きな食べ物とかやったりするの多好きな食べ物は特にないんですけど、<laughs> うん、特にない。あの 夜ご飯で出てきたらめっちゃ嬉しいものはシチューとかですね、うん、シチューシ好きだな結構うしいです <laughs> なんかなんかシチューって結構食べる機会ないじゃないですか,、うんうん、か外食行ってもないしそうあ,あ確かにねで,でも家でそんな毎日出ることもないじゃないですか <laughs> だからシチュー出たらおっしゃーってなりますさあなんだ <laughs> かわいいなホワイトシチューの方だビーフシチューじゃなくてホワ,イトホワイトシチュー何入れてんのシチューには えでもブロッコリーとかめっちゃ好きなんでブロッコリー入れるんだブロッコリーとかブロッコリー入れるタイプだあとコーンコーンも入れるタイプだあとじゃがいもじゃがいも <laughs> じゃがいもは、まあ、マスルだよねはいでも結構カラフルだな、うん、それで結構具だくさんでうま <laughs> みたいな <laughs> いいねいいね七味好きなんだよねえー、でもちなみにやっぱさあのなんか好きな食べ物はさ七味だと思うんだけどさ、はい、嫌いなものとか特にないの 嫌いいななものものですね野菜とかも何にも関係なく肉、はい、野菜全部食べれるみたいな食べれますおおじゃあもう何でも食えるんだはい朝食の方それとも結構食う方ええー、まあ日によるんですけど食べない時は本当に何も食べないみたいなあ<の>で食べる時は結構食べますねあ,あそうなんだ、はい、でもスキボとか音楽とかやったら結構お腹空かないすきますですよねはいそれでも結構日によってはやっぱ集中してゃ食わないとかそういう感じんそうですねまああの たくさん食べた方がいいでしょみたいな、自分の勝手に思って、いっぱい食べたりはありますね。<laughs> そうなるほどね、気分で決めるみたいな。なね、いいね、いいね。でも今実家でしょ実家です。結構一日のルーティンとか、どういう感じなの。一日のルーティンは。うんうん、あ起きて、うん、まあ、大体一時二時に起きるんですけど、うん、起きて。 ドラマ見たりして、夜友達と遊びに行くか、家にいるか。ほぼ家にいます。ほぼ家にいることが多いんだ。ドラマ見たり。映画見たり。日本のものそれとも外どっちもいます。やっぱネットフリックスさん、はい。ネットフリックスだ。あれ間違いないです。あれ間違いないです。ネットフリックスおすすめのものとかあるのおすすめのものでも、ハングオーバー おはい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 映画映画ですあれおも,もろいよねめちゃくちゃ好きっすなんか行かれてんなマジでみたいな <laughs> あれ行かれてるよね、はい、知らない方ぜひ見てほしいな、うん、なんか見てほしい大体そのなんか3人の友達がいて1人の結婚式やんでね毎回そう, <laughs> そうそうそう毎回1人の結婚式に行くんだけどねアルコールの中に何か入っててもう記憶なくなって起きるところが始めてね大体ねですそしても<う>ね,ね マジみんなチェックしたほうがいい。チェックしたほうがいい。チェックしたほうがいい。あれ、ダぶら笑えるよ。ガチやばいっすよ。しかも、あんな、なんていうの。あの、ストーリー構成を考えたのもすごい。しかも、あれ、ほとんど一晩の話なわけよ。あれをね、2時間、3時間に。しかも、なんかミステリーみたいな感じにして、あの、規模感でやってんのは。やばいですよ。やばいよね。シンプルにすごいですよね。すごいよねやっぱ、才能あるんだろうな、作ってたちね。でもやっぱ結構コメディが好きなんでしょ。結構好きっすね。コメディが好きだ。はい。 なるほどねハングオーバー他に好きなコミュニィーいるとかえー、バッドボーイズああ、はいはいはい。おもろい警察官。あおもろい警察系も好きす。おもろい警察系も好き,、ね、<laughs> も好きなんだ。<laughs> え、あれとか知らないブルックリン99ってやつ知ってたね。え、わかんないです。あ、見てほしいな。あ、見ます。おもろい警察系だわ。なんかニューヨークの警察署の話なんだけど、うん、あんまちょっと、なんていうの毎回、なんかその主人公とかが一緒なんだけど、うん、なんか毎回、その1話、なんとか、なんていうの ?1 話。 完結型なんだよね。結構ね、俺は結構好きなのよ。見ます。ぜひぜひ見てください。見ます。絶対。<laughs> あのー、なんだっけ、さっき言ってたあのー、バットボーイズね。うん、バットボーイズはアマゾンでしょ？はネットリックスにもあります。バットボーイズ ああのバッドボーイズだあのウィルスミスあそうです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 あれ俺めっちゃ好きあれも好きっすね結構面白い面白いよね派手だしねアクションもねあれ俺結構好きな映画俺 DVD 持ってるもん本当ですかうん熱熱いしょいやめっちゃ好きなのねあれ新しい映画が出たのはま半マだったけど正直個人的にはねまあまあ一二はやっぱね面白いですねもろいよ俺一が一番好き一が一番好きまあ一番おもろいよねやっぱなやっぱ面白いっすね大体映画一番面白いんだなあの一番面白い ね現象ね大体ね、まあ、そういうもんですよねはいなるほどねそっかそっかいやあってことでまあちょっと、まあ、結構いろんな話をしたと思うんだけどはいなんか次ちょっと未来の話したいなと思って、うんやっぱこうラップスターに出てはいここから絶対注目されるわけや、はいはい、多分注目してる人もいっぱいいると思うし、はい、ここからなんかこういうアーティストになっていきたいみたいなアーティスト像とかあったりするのえー、でもやっぱ知らない人いない 俺のこと知らない人がいないようにはなりたいですね。ラップドリーム。はい。なるほどね。え、有名になったらこれやりたいなとかなんかないのえ、海外行きたいですね。ああ、やっぱそうなんだ。海外も試合に入れてるところもあるんだ。はい。結構英語の歌詞とかも入れてるもんね。入れてます。やっぱそういうの。全然あってないんですけどいやいや、でもそれはもうあれじゃないトライじゃないでしょ。そうす。そっか。でもそういうのもやっぱ意識してるのがあるんだ。あります。なるほどね。いいねいいね。ちなみに今後のこの 近々の目標とかで、まあ、プランとかあったりするっすか僕は4月にアルバムをリリースしようと思ってます。アルバム、はい。何曲入りなんですか ?12 曲。12曲。ファーストアルバムファーストだ。はい。ぜひ聴いてください、みんな。お願いします。お願いします。アルバムの、あれ、タイトとか決まってるしんのホワイトブルー。ホワイトブルー。はい。ちょっとインスタで見ました。本当ですか青く染めたのそれなのそうです。おえちなみにコンセプトとしてはどういうコンセプトなの今回のこのアルバムは。うん やっぱこうホ,ワホワイトとブルーって綺麗じゃないです綺麗な色じゃないですか。うん、綺麗な色です、ね。だからこう綺麗な人になって、綺麗な音楽をみんなに届けられたらなと思って、ホワイトブルーにしました。はいはいはい。綺麗っていうのは、そのロム的に綺麗ではどういうのが綺麗なえ、でもやっぱなんか、こうピュアっていうのか、純粋なこう本当、はい、真っ白。 白のイメージです、ね。はい,はいはいはい。なるほどね。えちなみにその、まあ、このアルバムとかもそうだと思うんだけど、はい、なんかしこの音楽を通して伝えたいメッセージだったりとか、うんなんかあったりするの、うん、わあでもやりたいことがあるなら諦めないことはもうみんなに伝えたいですね。俺が本当にそれでやっとここまで来れてるんで、諦めちゃだめなんだなって結構思います。そうだだよねだって高校も 行かずに音楽で行くって決めて、はい、でこうして実際に結果を残してラップスターに出場するっていうところも来てるわけだから、はい、なんか俺はすごいなんかいろんな人に勇気を与えるなんか物語なんじゃないかなっていう、うん、やっぱ日本って何ていうの安定志向というかさ、はい、ねその高校行って大学行って会社員になってみたいな、うん、多分考えの人が多分多い中で結構リスキーな道を選んだわけそうですねそれ怖くなったりはしないのあーでもなんか本当に これでこの音楽をやってずっと死ぬまでこれだけで生活できるのかっていうのを考えるんですけどいやまあ別に酒のことはいいやみたいなのは思ってそうですねまあ大丈夫っしょみたいな感じで <laughs> 今に全力でみたいな、はい、なるほどねいやでも本当にあのね将来すごい多分みんな多分今回で期待してるし俺も,俺も個人的に期待してるからで多分こっからねさらにね 活躍してくれると思うんでねぜひぜひね,あのね、これからのアルバムのリリースもそうだと思うし、はい、これからの活躍も、ね、ぜひぜひみんなチェックしてほしいなと思いますし、TikTok もね、多分ガンガン出てくるんじゃないですか出します、いっぱい。おー、いいっすね、いいっすね。多分あのタグとかもね、はい、すると思うんで、ちなみになんかあの自分の,その今、そのロムの,そのアルバムのリリースだったりとか、はい、今やってることとか、なんかそういうのをフォローするにはどういうソーシャルの SNS のチャンネルを見たらいいですかね、はいえっと あーなんだろうでもなんかやっぱり最近のトレンドっていうか最近の来てるラッパーを出してるアカウントとかはすごい助かりますね、うんうん、ああそうだよねそれにも出したりとかする予定やろう、うんちょっと何人かに頼んでみて見てみようかななるほどね オッケーです。オッケーです。じゃあ、これからね、多分ね、ロムの顔を見ることも多くなるし、曲を聴くことも多くなると思うんでね、インスタグラム、YouTube、TikTok ね、いろいろあると思うんで、ぜひぜひ皆さんチェックしてもらってね、お願いします。て見てほしいなと思います。ということで、今日はありがとうございました。ありがとうございました。これからも頑張ってください。お願いします。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございます。